ティッピーブルー、ティッピーって呼んでね。ところでダッフィーはミッキーとの冒険旅行の途中で新しい友達と出会ったんだ。なんとその友達は器用に尻尾を使い絵を描くんだよ。尻尾で絵を描くなんて変なやつ。そしてミッキーとダッフィーはそいつを我が家に招待しようと一緒にケープコットに向かったんだ。そろそろそれが誰だか教えようって。え？それは見てのお楽しみ。
よ。この絵のダッフィーは冒険旅行を楽しんでいるのがわかるでしょ。僕もジェラトーニと絵を描いているとき、お花が微笑んで見えたよ。素敵なんだ。ありがとう、ジェラトーニー。シェリーメイ、